さんこんにちは。ジャパニーズヨガハッピースートラの夏美です。今日は体の硬い方に向けた、前屈のポイントをお伝えする動画を作ろうと思います。前回は座りながらする前屈のポイントをお伝えしたんですが、今日は立ちながらできるもの、それから準備ポーズとして、行うと、毎日行うとだんだん体が柔らかくなってくるというものを紹介していこうと思います。では始めていきましょう。体が少し硬いと感じる方のための前屈のポイントをお伝えしていきます。まず立ち姿勢からチェックしましょう。今の前屈のチェックをしたいので、足の裏左右平行になっているか確認します。まずは腰幅程度、拳が1個入るくらいで構いません。注意するポイントは足にねじれがないか、膝が正面に向いているかを確認してみましょう。癖で内側や外側に向いていないか、できれば真ん中に見せるようにして前屈をします。そして前屈をするときなんですが、どうしても体が硬いなと思っている方の多くが前に倒れたくてですね、こう腰からとか上半身を丸め込みながら前屈をしようとしてしまいます。そうではなくて、以前座りながらする動画でもお伝えしたんですが、前屈をするときはこの足の付け根、股関節を支点にして折り曲げる意識が重要になります。なので前に倒れていて、あ、もう裏もも、お尻周り、膝の裏側が刺さるなという感じがある方は、膝を曲げて、この時膝が内や外に行かないでまっすぐですね、付け根をギューッと引き入れて、お腹とももをストンとくっつけるようにしてしまっていいです。ここでふわっと頭を下げて前屈をします。でそこから力を抜いて、少しずつ少しずつ膝を伸ばしていきます。で最初は伸ばしていこうと思ってもなかなかうまくお腹が離れてしまうなという形になると思うんですが、今の前屈の感覚をまず確かめてみていきましょう。膝を曲げていいので、どこまで伸ばせるかというのをチェックします。さあもう一つは、今度膝を伸ばしたままで肘同士を掴んで、このまま体を揺らすというののチェックをしましょう。人によってはもうこのぐらいしかいかないなという感じでも構いません。ただ体の体重をふわっと楽にして、今の前屈の体の感覚を確かめます。では一度解放してゆっくり起きていきましょう。先ほど少しお伝えしましたが、前屈をするときは必ず足の付け根から引き入れるように前屈をするのがいいです。足がねじれている、要は股関節にねじれがあると骨盤の傾きが変わってきてしまうので、できれば足はねじれないようにまっすぐのまま入った方がいいです。ただこれからは、ここからは毎日行うと前屈が深まるような、一つポーズを入れながら前屈を確かめていこうと思います。先ほどと同じように左右足の裏を平行に割って、右の手首を出して左手でキャッチします。息を吸って、まず上に伸びて吐きながら、この手を遠くに引っ張るように、斜め横ですね、倒れましょう。まず三日月のポーズです。ここから力が抜けるようであれば、ふーっと力を抜いていって、この体側を伸ばします。でそんなに倒れなくてもいいです。心地がいいところ、痛みがないところまで大丈夫です。ただ体がこんな感じで前に倒れてしまうと、この伸びしろが変わってなかなか伸びてこないので、何かこう挟まれているように体を薄く使って真横に倒れるようにしてみましょう。今伸ばしたいところは体側ですね。特にこの足周りも伸ばしていきたいです。で突っ張る感じがある方、膝を少し曲げ伸ばししたり緩めながら、で今効いてるなという感覚があっても、右側の側面、ここに感じられれば OK です。ちょっと膝曲げ伸ばしした方が緩むかもしれませんね。前屈が苦手な方、多くがこの辺りもとても固まっている場合があるので、そこをほぐしていくようなイメージです。さあではお腹を軽く締めて、ゆっくり真ん中、一旦吐いて、はー、
肩をぐるりリラックスです。さあ反対側行きましょう。もう一度左右足の裏平行かを確認してずれないようにしながら左手首をキャッチ、息を吸って上に伸びて吐きながら横三日月のポーズ。であとは力抜きながら膝の曲げ伸ばしした方がいるの場合は少し曲げ伸ばし、そして自分の体側左側の側面に意識を向けて伸びてくる角度を少し確認しましょう。場合によってはこう斜めになってもいいですが、ちょっとこう開くように視点を上に上げてみたり、ゆらゆらさせながら徐々にほぐしていく感覚でいきます。今左側の体側脇腹、そしてこの太ももの外側にかけてが伸びている感じが作れればベストです。さあもう一呼吸ぐらいいきましょう。ではお腹を軽く締めてゆっくりゆっくり真ん中吐いて解放、肩をリラックスさせましょう。体側をこう伸ばすだけでも結構体が熱くなってほぐれてくる感覚もあるんじゃないかなと思います。じゃあもう一度前屈を確かめてみましょうか。足の裏左右平行、足がねじれてないのを確認して、まずこの足の付け根をキュッと引き入れて手を前、背骨を長いイメージに持ちながら前屈をして、膝を曲げててもいいので、だんだんさっきより伸ばせるところが広くなっていないか確認します。ですかね、少しはさっきよりは伸びやすくなる方が多いんじゃないかなと思うんですが、さあもう一回やってみましょうか。膝を伸ばした状態で肘を掴んで少し体を揺らしてみる。私なんかはすごくこれをしてからの方が前屈が楽になるんですが、どうでしょう、皆さんもぜひ実験してみてください。さああともう一呼吸です。では両手をほどいてゆっくりお腹を締めながら頭が最後になるよう起きていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。前屈のポイントは足の付け根、股関節を支点にして体を折り曲げるということです。その際にできれば背骨をスッと上に伸ばす感覚で入るとベターになります。でもう一つポーズを紹介したのは準備ポーズとして体側、そしてこの足元ですねを伸ばせていた方が前屈が深まっていくので、毎日ほんの少しでもお風呂上がりでもいいですし、取り入れるだけで体が徐々に柔らかくなってくると思います。その際あんまり形にとらわれずに自分の体の角度を少し変えたりグラグラグラとさせてみて、あんまり力まない方が効果が上がるので、確かめながら、ご自身の体と相談しながらぜひ続けてみてください。さあでは今日の動画いかがだったでしょうか。参考になればぜひいいねボタンをお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムもあります。ハッピーなつみで検索してみてください。